皆さんおはようございます。相澤隼人です。めちゃめちゃいきなりなんですけど、これからアメリカに行きます。なんでアメリカ行くかっていうと、僕の奥さんと新婚旅行に行きます。なんですけど、そのね、内容がちょっともうやばい、かなりなスケジュールで行くことになってるので、ちょっと皆さんにその報告をしたいと思います。で、これから行くところはアメリカに行くんですけど、まずね、ミスターオリンピアを見に行きます。これもやばい。で、ミスターオリンピアって例年だと、10月とか遅くても11月ぐらいには確かやってた大会なんですけど、今年なんと12月に行うということで、それも到着日がミスターオリンピア2日目のファイナルの時間に間に合うので、そこでミスターオリンピアを見に、まずラスベガスに行きたいと思います。めちゃめちゃやばい。ミスターオリンピアといえばみんなこう知ってるとは思うんですけど、いろいろこう団体の話があるとちょっとややこしくなってしまうかなと思うんですけど、誰もがこう見たいであろう大会だと思うんですよね。本当に筋肉のこう世界一を決めるっていうか、もちろんね、いろんなことはありますけど、でもやっぱね、ものすごい祭典ですよ。もうショービジネスっていうか、エンターテインメントっていうか、なんかもうすごいすごいとしか言えないところなんで、そこに行くしかないだろうって、これからね、行きたいと思います。今日は12月17日、今12時ちょうどぐらいなんですけど、今日午前中トレーニングして、そんなところでこれからアメリカに行って、とりあえず明日っていうのかちょっとわかんないですけど、ミスターオリンピアのファイナル見て、その翌日は多分ラスベガスでトレーニングして、そこからロサンゼルスに車で移動します。そこはロードトリップっていう形で、多分4時間5時間ぐらいかかるんですけど、向こうの景色とか楽しみながらロサンゼルスまで移動して、で、ロサンゼルスで2日間かな、日曜日に移動するんで、丸々滞在はだいたい月火水木で、金曜日の朝に帰るっていう形で、ございます。めちゃめちゃ楽しみなんで、とりあえず LA の帽子を持って今日は行きたいと思います。はい、ということで、これからね、羽田空港を向かって、とりあえずこの後ご飯食べて、奥さん今日ちょっと仕事で途中羽田で直接合流なんで、その荷物もいっぱい持ってですね、これから羽田空港に向かいたいと思います。ではその様子を、楽しみに待っていてくれればなというふうに思いますので、アメリカでの出来事、大会もそうだし、現地の様子とか、食事とか、あとトレーニングももし撮れたらちょっと撮ろうかなというふうに思いますので、自分で編集してるんで、ちょっとこう出していくのは時間が後になってしまうかなと思うんですけど、ぜひね、チャンネル登録して待っててもらえると嬉しいなというふうに思います。ということで、これから羽田空港に向かいます。ということで、これからロサンゼルスに行きます。で、ロサンゼルスに着いたら、その後そこでちょっとトランジットなんで、3時間ぐらいちょっと時間が空いて、そこからラスベガスに移動で、ラスベガス着いたらもう着く時間が15時ぐらいなので、すぐレンタカー取って、レンタカー取ったらまずホテルにチェックイン、で、そのままもう最初エキスポ行って、2時間ぐらい時間ちょっと使って、そこから会場移動してっていう感じのスケジュールで行こうかなっていうので、もうかなり怒涛なんですけど、やるしかないんで、とりあえず楽しんでいきます。いやー、どうですか。そんなかんなで、今が16時か、あと30分ぐらいしたら、ボーディングして中入ってもう向かいます。で、ちょっと後ほどまた動画撮って、今日はそれぐらいの、とりあえず行くっていうところの動画を撮りたいんで、もうちょっとお付き合いください。
ことで。It's easy to sing a sad song.